こんにちは、花茶 MC ピーナッツです。今回は新宿丸井アネックスで8月29日日曜日まで開催している花の刑事雲の彼方にアニアートポップアップショップ in アムニバスストアにやってまいりました。早速ストアを覗いてみましょう。おお、いろいろグッズが置いてありますね。マグカップや iPhone ケース、ポケットパスケース、アクリルスタンドがありますね。こちらはトレーディンググッズです。トレーディング和風缶バッジ、トレーディングフィルム風ミニアートフレーム、トレーディングスタンド付き色紙はそれぞれ10種類。何が出るかわからないドキドキグッズですね。ボックスで購入した時だけ付属する特典もあるそうです。聞いた風な口を聞くなの直江兼継パーカーに大不変物キャップ、フルグラフィック T シャツは2種類、華やか。裏面は大不変物、こちらはすごい迫力。やはり裏面は大不変物です。ノーマル T シャツにコーチジャケットもありました。レジの横には額に飾られた刑事のカラーイラストが、写真撮影はもちろん OK です。そしてなんとこちらのグッズを税込み2200円以上購入された方には、この3種類のブロマイドの中からランダムで1枚プレゼントされます。今回はトレーディンググッズを購入してみました。早速開封してみましょう。まずはスタンド付き色紙から。スタンド色紙は立てて飾ることもできます。続いてはミニアートフレームを、そして和風缶バッジは2個購入しました。ミニアートフレームは展示する台もついてます。かわいいっすね。そしてもらえたブロマイドはこちらでした。やったー、今回のポップアップショップのキービジュアルです。花ちゃん、以上、花の刑事雲の彼方にアニアートポップアップショップ in アムニバスストアのレポートでした。新宿丸井アネックスで8月29日の日曜日まで開催しております。それでは皆さん、グッドボタンやチャンネル登録もお願いします。ではアスタラピスター。